これだった。あ、そっち、うん、スタート。はい、ということで皆さんこんにちは、キアです。お久しぶりです。ということでね、現在の日時、4月30日、まあコロナね、まあ、大変な時期でございます。ちなみにあのピンク復活しました。ちなみにピアスあのあと1個開けました。あの本当にここだけの話、あのカナダピアッサーって言ってないですよ。日本以外って結構あのピアッサー売ってなくて、あのピアスを開けた人は病院に行くしかないんですけど、それかアクセサリーショップで、あのピアスを買うとついでに開けてもらえるんですけど、あの、まあ、値段も8000円ぐらい、病院もものすごく高いし、コロナ流行ってるから病院絶対行きたくないです。ということでね、まあ、コロナ流行ってるし病院にも行きたくないということで、このピアスそのまま突き刺しました。それで開けた穴です。で結構まあ昭和のやり方なんですけど、まあ、ちゃんと消毒してやればこういう綺麗に、ね、やり方も簡単、ピアス1個でぶっ刺すだけということで、ちょっとアップで見よっか。うん、かわいい、かわいい、うん。なんと今コロナね、カナダのコロナの、感染者数が、ついに、5万人を突破しました。で死者が3000人ということで、あの結構あのやばい状況で、あのバンクーバーほの本当にものすごくあの集団感染とかも最近あって結構厳しい状態になってきてるので、脱出します。もういられない、こんなところにいてはもうダメ。まあ、実はロックダウンが始まってもう5週目に入るんですけど、本当にカナダはロックダウンするの早くて、まあ徐々に、ね、感染者数もコントロールでき、もうこんなとこにいられないと思って、もう脱出だよね、バンクーバー脱出、バンクーバー脱出だよね。もうフェリー場に来てます。じゃーん、フェリー場、乗船場、じゃん、はい、ということで乗船場来てます。なんと見てください、車買いました、車買いましたお値段なんと11万円、ガチガチです、11万円です。あのまあボロい車なんですけど、まあ、乗れればいいということで、あの初めて車を購入しました。あのちなみに保険が14万です。カナダね、まあ、外国結構保険が高くて、うん、しかも若いからまだ19だから、その何、その保険ものすごく高くて、うん、まあとりあえずあの車より保険が高いという話でしたあとね、なんとまあ本当に今まであのパイロットの学校が冬閉鎖して、まあその間に、まあ北極行きたいなと思ったけど、あの北極いるんですよ、その証明書みたいな、行けるサーティフィケートが必要で、それが取れなくてあの無理だったんで、まあ、カナダの一番行ける北の、町イエローナイフということで、マイナス40度のね、まあ、世界の国に、まあ、世界一オーロラが見れる町とも言われてるんですけど、そこに、今までね12月過ぎから、まあ、4月、3月の末までいました。外の撮影ができなくて、あのマイナス40度なんで、あの凍るんですよ。あのマイナス20度を超えるあたりから、あの本当に撮影が全然できませんでした。ものすごく面白いアイスフィッシングのドキュメンタリーをね作ろうと思ったんですけど、コロナねヒットしてできなくなっちゃいました。ということで以上です。ということでね、まあ、今からね、まあ、生き返って復活してね、で新しいカメラマン拾っちゃったの。あのね今回拾ったあの今回のカメラマンはあのマイナス40の街で見つけたカメラマンですね。趣味は写真撮ることですということで、まあ、新しいカメラマンと冒険をねたくさんしていくと思う。なのでね、まあ今日はそんな感じの動画です。ということで今からフェリー乗ってある島に引っ越す。はい、では早速行きたいと思います。はい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 、もう撮ってるんですか。はい、ちょっと早速、ね、乗っていきたいと思います。いざバンクーバー脱出。来ました、新しいお家ということで、なんと今回用意したお家こちら、じゃーん、ビーチハウス、わーい、わーい。ということで、なんとね、まあ、プライベートビーチ付きの家をね、あのバンクーバーアイランドの、まあ、島なんですけど、安く手に入ることができました。なのでね、今日からここに滞在していきます。じゃあね、ちょっとあのプライベートビーチの方に行ってみましょう。やばいからね、マジで、この家。はいはいはい。白い砂浜っていうイメージのビーチではないけど、すごくない？綺麗だよね。
ということで今日からこのビーチハウスに、住みますということでね、コロナウイルスが収まるまで、まあ、このちょっと田舎の方の、ステイホームということで、まあ、要は家にいればいいわけですからということで、ね、これから盛り付きとかね、釣りとか、ゴミボートで、ほらあそこら辺の無人島行ったり、たくさんね、面白い、人がいない場所でね、自然の中で生きていく環境に来たので、たくさん力を発揮して、ね、コロナウイルスのステイホーム乗り切ろうと思います。今日から本当にたくさんビデオをアップロードするので、見てください。あとパイロットなんですけど、そうパイロットね、今、バンクーバーの方帰ってきて、フライトスクールがコロナウイルスで閉まってますので、復活するまでかな。そしたらね、また復活すればすぐ飛行機の動画上げますので待っててください。あとなんか質問とかあったらね、 DM とかなんかインスタの DM がいいかな。もらったら全然、返信しますので、なんかあったら僕の概要欄にあるインスタグラムのアカウントから見てください。はい、ということで、ね、今日の近況報告、そうだね、近況ね、近況報告ということでね、新しい生活は今日から始まりましたので、次の動画でお会いしましょう。 See you!